女性がワトルデーのために、ワトルを買う様子。1935年、シドニーにて、ワトルの日、ワトルデーは、オーストラリアで、毎年9月1日に行われるお祝いで、オーストラリアの正式な春の始まりである。その時期はオーストラリアでは一般に、ワトルと呼ばれているアカシアの仲間が、多数花をつける。そのため人々はこの日を祝うため、この花の枝や葉を身につける。 オーストラリアの国家はピクナンサアカシアと名付けられた固有種であるが、お祝いの日に身につけるアカシアはどんな種類でも良い。この日はもともとオーストラリア国家への愛国心を持つことを促す目的があった。森島アカシア1838年12月1日、第1回ホバートタウン記念でがあったが、タスマニアのホバートで模様された。それは世紀にオランダの探検家、 アベルタスマンがタスマニアを見つけたことを祝うためのものであり、タスマンは1642年11月24日にヨーロッパ人としては初めてこの島を目撃したと報告している。今後開催されるレガッタにおいて、フサアカシアの花や枝をイギリス海軍のネイビーブルーのリボンと一緒に身につけてイベントを祝おうということが提案された。この提案は、 フサアカシアは8月から9月に花が咲く種類で、11月には手に入れられないため、冷やかされることとなった。その結果、11月に開花する森島アカシアが、レガッタで代わりに使用されることとなった。このボートレースでアカシアの枝を身につける習慣は1883年まで続いた。1899年、ビクトリア州において、ワトルクラブが結成されたことが、 国全体で春の最初の日にアカシアをシンボルとして使うことが認められる契機となった。著名な鳥類学者で自然史研究家としてフィールドワークを行っていたアーチボルド・ジョン・キャンベルが始めたものであり、キャンベルは特に千種類を超えるオーストラリアのアカシアに情熱を傾けていた。数年の間、このクラブは特に自然に生えているアカシアを鑑賞するため、月日に 森林を散策するイベントを行っていた。1908年9月、キャンベルはスピーチの中で初めてワトルの日を提案した。この提案は採用され、1910年にシドニー、メルボルン、アデレードの3都市で祭典が行われた。1913年、ワトルの日のお祝いのための祝典を正式化するため、全国ワトルの日連盟が設立された。 ピクナンサーアカシア1916年にはニューサウスウェールズ州がワトルの日を8月1日に変えた。これにより固有種である早咲きの銀曜アカシアが使われるようになった。1988年8月19日、1788年にシドニーに最初の在任戦艦の船が上陸した200周年の記念日を祝う延長としてピクナンサーアカシアを正式に オーストラリアの国家にすると、オーストラリア総督、ニニアン・スティーブンが宣言した。オーストラリアの紋章とピクナンサーアカシアのデザイン、1921年。ピクナンサーアカシアは1912年から、オーストラリアの紋章のデザインに組み込まれた。それから4年後の1992年7月23日、オーストラリア連邦総督ビルハイドンが、毎年9月1日を、 全国ワトルの日として、オーストラリアと、オーストラリア本土外の領土で祝うものとする、宣言した。2010年は、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、南オーストラリア州で1910年9月1日に、ワトルの日の祝典が行われてから100周年で、オーストラリアンジオグラフィック氏などが記念の年の、お祝いを逃さないよう人々に呼びかけた。ありがとうございます。